知床半島沖で行方不明の観光船に乗っていたとみられる子ども1人が救助されました。意識はないということです。先ほど午前5時ごろ、斜里町のウトロ漁港に子どもを乗せた海上保安庁の小型ボートが到着しました。第一管区海上保安本部によりますと、昨日午後9時前、道の漁業取締船が知床岬から東に15キロほど離れた海で浮いているところを発見。午後11時過ぎ、海上保安庁の巡視船が子ども1人を救助しました。意識はないということです。乗客乗員26人のうち、これまで10人の死亡が確認されています。また、観光船カズワンの豊田徳幸船長は、去年も同じ船で座礁事故を起こしていて、海上保安庁は業務上過失往来危険などの疑いを視野に調べる方針です。